イゾンツ川沿いのオーストリア軍の残豪の様子第1次、イゾンツの戦いは、第一次世界大戦中のイタリア戦線で、1915年6月23日から7月7日にかけて、イタリア王国とオーストリアハンガリー帝国の間で戦われた、海戦である。攻勢をかけたイタリア軍の狙いは、オーストリア軍をイゾンツ川及びその周囲の山間部に、設けられた。 防御拠点から撤退させることだった。イタリア軍は数的には2対1の優勢を誇っていたものの、オーストリア軍が戦闘に有利な高所に陣取っていたこと、不十分な砲兵の支援射撃の後で攻撃を開始したことから、オーストリア軍陣地前園の鉄条網で攻撃を食い止められ、攻撃は失敗した。7月初頭、オーストリア軍司令官、 スベトザル・ボロイエビッチはニコ師団の増援を得て、オーストリア軍の防衛戦を突破しようとする、イタリア軍の試みを阻止した。イタリア陸軍の攻勢による勝利は最小に抑えられ、北部戦域では母別、南部戦域では、ホリアーノ・レディプーリアとモンファルコーネの一部を占領するに止まった。ありがとうございます。